前回、数々の失敗から恋やアロワナ、丈夫な魚に逃げていたことを視聴者に悟られ、劇をもらったことをきっかけに人生初めてのランチュー専門店へ。初めて見る日本のランチューは別格で、久々に心が躍る。そこで出会った2匹のランチューを持ち帰り、4年越しのクラブネ本格的なランチュー飼育スタート。到着しまして、元気にしております。これからね、今サクッと温度合わせ、ちょっと夜なんで、開封導入した後のね絵面は明日になると思うんですが、導入だけ先にしちゃいます。もう買いに行く前に組み置きして、エアレーションを送り込んでおいた水ですね。もうあとは30分ぐらい温度合わせしたら放っちゃっていいって聞いてるので、導入して1日は落ち着く時間が必要だと思うので、それでねやっていきます。ということで、さて導入しますよ。30分以上温度合わせしたんでね。今日はね、もう遅いのでちょっとエア強いな。エアを若干弱めた方が良さそうですね。元気に泳いでるね。5つとも明日の朝が楽しみです。ということで、また明日の朝お会いしましょう。一夜明けて、まずは元気なのか。元気に泳いでる。一応初日からね、餌1回はあげていいよってことだったんで、これをねあげてみます。懐かしいね、メリーゴールド。昔ヤフオクでランチュー買ってた時にこれを使ったことがありますね。さて、果たして食べてくれるか。たくさんもあげなくていいと思うんで、初日だからね、餌の食いを見るってことで、とりあえずパラパラパラとあげてみます。さあどうだ。なかなかこっちに来ないですね。ちょっと10分後ぐらいにまた来てみますか。なくなってるかどうかだね。うん、綺麗に食べたね。とりあえず第一関門はクリアかな。健康パラメーターチェックだね。なんで、まあ、明日以降は10分ぐらい以内でちゃんと食べ終わるかどうかを計測しながらね、徐々に餌の量を増やしていくっていうのをやっていきます。でもよく泳いでますね。いい感じです。2日目にして緊急事態です。見ての通り1個エアが止まってました。まあこういうことがあるかなと思ってね、この2個口をそれぞれ別のフロアに繋いでるんですけど、片側のフロアがね止まってました。とりあえず事なきを得たんで、フロア1機だけに頼ってるとこういうことがあるんで、お気をつけください。今日の2日目の餌やり、本日も IGP メディゴールド。なんか昨日より元気な気がしますね。昨日より多分体が慣れたんじゃないかな、環境に。あっちに行っちゃった。かわいい。まあ今日はね、2回ぐらい餌をつけてやろうかなと。まだね、見てると食べてくれなそうなんで、後ほど。風が死ぬほど強いんであれですが、今日は2回目の餌をあげますね。あんなとこでカラスが吠えてやがるが、うちの金魚は取れねえ。ということで2回目の餌は、オリジナルブレンドの指向性の高い餌ということで、どのぐらい違うでしょうか。パラパラパラと。うお、来た。食べてる。食いつきの差ってやつですね。モリモリ食うんだぞ。ということで2日目完了。3日目ですね。今日も元気です。結構水は持つもんなんすね。うん、しっかりうんちもしてますね。今日は初の水替えデイということで、形から入ってね、ちょっと今回4リットル入る放浪の器を買いました。これだから4リットル用の塩 20g ですね。ということで、ランチューたちをね取り出していきますよ。ここに塩を入れると。で、まあ水替え中の塩水浴、念のためにエアも入れておこうかな。強いかな、これだと。まあ、ちょっと弱めておきましょうか。こうやって見てみると確かに結構汚れている。掃除して水を溜めていきます。で、溜めてる間に塩水浴20分以上します。
たて無事に20分以上経ちましたんで入れていきます。綺麗になったよ、うん、やっぱ桶に入れるとしっかり風味出してくれますね。さてさて、目に見えて動きが良くなるとかさ、これはもうちょっとでかいのを買わないとダメだね。ちょっと水量が4リットルじゃ少なすぎる。ちょっとしたらね、今日また後で餌をあげておきます。お迎えから初雨ですね。プラ船の縁が濡れてないんで雨はしっかりガードできてる感じですね。今日は水替えでいいですね。2回目の水替えです。昨日は結構夜中大雨が降ってたんですけど、まあ、見ての通り元気にしてます。餌食いも今日朝良かったですね。だいぶ茶ゴケが生えてきたんで、茶ゴケの掃除と水替えということで、早速水替えしていきましょうか。こうやって見ると結構コケ生えましたね。かなりぬめりが出てきてますね。悪いことではないんですが、まあ、茶ゴケは良くないってことだったんで、茶ゴケはね成敗します。いい感じで塩入れてと、こっちにいる間は塩よくしてもらって、あとは掃除。あんまり強くこすりすぎない方がいいって言ってたんでね、まあ、茶ゴケが落ちる程度にサクサクサクとって言ってもまだ茶ゴケしかないな。なるべくね、そんなに力をかけずに洗いましょうか。今回はじゃあこれで、あとは水がね抜けるのを待ちます。ということで2回目の水替えも元気よく終わりました。塩浴もねしっかりして、だいたい20分ちょっとぐらいかな、いい感じに泳いでくれてます。そろそろ赤虫もね導入しようかなと思っております。帰るんだろうね、苔は。やっぱ楽しいっすわ。こうして眺めてる時間が本当に至福の時ですね。まあ、最初の1週間をね、とりあえず過ごしてみた感じですが、まあ、今のところはまだね、たった1週間程度なんで、全然なんかトラブルもなく、ブロワーの件はありましたけど、でもなんかこう金魚に異変があったりとかもなく、餌食いが落ちることもなく、雨が入ることもなく帰ってますね。まあ、とりあえずまずそこを1週間乗り切れたっていうのがでかいかな。であとは徐々に水環境ももっと落ち着いてくると思うので、しっかりと1年通してねやっていこうと思います。店長さんが言ってた日々日々楽しくなるよとおっしゃってたのはまあ本当だなと思って、本当にね毎日、まあ、ちょっとドキドキもあった1週間だったんですけど、やっぱ楽しいですね。毎日毎日餌をあげて、で水替えもして、世話が本当に楽しいですね。そこまで大変じゃないようになるべく工夫はしたので、水抜きも楽だし、まあ、水替えもそんなに大変じゃないしっていうので、まあ、もうちょっとね水替えの頻度は落としても大丈夫そうかなっていう感じがしますね。2匹しか今んとこいないですし、水量もたくさんあるので、意外と今まで買ってきた感じのイメージだけで話し、多分水替えをバシャバシャしてみたいなのをやんないと金魚って全然、ま、回んないんじゃないかなみたいな思いがあったんですけど、改めてこの子たちまだ2匹ですけど、まあ、こうやってやっぱ水量とバランス次第で全然水替えもそんなたくさん必要じゃないんだなっていう、まあ水を引っ張れるっていう言い方になるんですかね。ガチガチにやらなくても全然普通に育ってくれそうだなっていうのは感じてはいますね。長いようで短い、あっという間の1週間でしたけど、これから徐々にね買っていきますよ。まさかね、でも自分が日本の卵中を飼い始めることになるとは思ってもなかったんですけど、あんまりこう上見で金魚を見ることに関してはそんなに、まあ、始めた頃は特になんかせっかく飼ってんのにほとんど見えねえじゃんっていうのがあんまり好きじゃなくて、まあ、特に日本の金魚はねやっぱ上見文化が強いので、まあ正直あんまり興味がなかったんですけど、こうやって改めてね4年越しに日本の卵中にちゃんと触れてるわけなんですけど、まあ、やっぱりこうしてみると本当に歴史を重ねて作られてきた魚なんだなっていうのを
強く感じる。こう毎日毎日世話をするっていう感じが特に強いというか、飼い方がそうさせるのかもしれないですけど、可愛いし綺麗だし、まあこれぞ金魚の魅力だなっていう感じがしますよね。このままね大きく育てられるように頑張っていきたいと思います。ゆるりとやっていくので今後ともお付き合いいただければと思います。頑張っていきたいですね。ではまた。